全員揃ったな。鳴神隊長、質問よろしいでしょうか。ユイト、そんなかしこまらなくてもいい。海抜軍は絆を重視するため名前で呼び合う慣例がある。みんな見た目と年齢が釣り合ってないしな。階級だってまあ給料の計算のためについてるようなもんだ。海抜軍が重視するのは強さだけだって覚えておきゃいいのさ。ざっくり言えばそういうことだ。で、質問ってのは？はい、あのまだ渡るが到着してないようですけど。渡るは我が隊のオペレーターだ。本部から指示をくれる。俺の超能力なら半径500キロ程度を目安にシステムの補助なしでテレパシーを送れるってわけ。とはいえ負担が大きいんでグループに入ってもらうぞ。パーソナルポートを開放してくれ。各班の代表はナギ、ユイト、ツグミとする。それぞれ渡の誘導を受けて所定のゴールまで向かえ。途中の会議は全て討伐を試みろ。叶わないと判断した場合逃走を許可するが、ゴールにはたどり着けよ。以上だ。了解。じゃあまた後でな。頑張って。各班、別行動だが何かあったらブレイントークで情報共有して。私の炎は熱いからね。サクセスの場って言いたいし変な感覚だけど、一緒に戦ってるんだって実感できるよね。油みたいなものをかけてきやがった。あれを食らうとベッドベトになるぞ。やった。よし、お敵が珍しいものを落としたみたいだ。やった。勝手に動き回るんじゃないぞ。ダメージの大きい区域は侵入禁止だ。任せてください。俺そういう空気読むの得意なんで。なんせ俺の超能力は空気操作ですから。今瞬間的に空気を凍らせたのも俺の超能力です。あ、本部の花壇の水やり。ああ、それなら俺様がやっておきました。この間、種まいた鉢から新芽が出てたぜ。かけろ。ナイスリカバリーでしょ。一家に一台、頼れるカゲロウ君を今後ともよろしく。
調子でいこう。いけてるよね。俺に預けてくれ。そら、やっ、そら、やった、やっ。よし、戦闘終了だ。それにしてもすごい場所だな。町が上にあったり下にあったり、子供の頃に行った遊園地の VR みたい。そこはもともと渡月への中継拠点だった衛星都市だ。もっとも5年ぐらい前に怪異の襲撃で都市機能が麻痺しちまってな。この有様だよ。渡月って渡月橋の拠点の町のことですよね。ちょっとカルトっぽい。おっと、カルトなんて言っていいのかな。カゲロウはもともと渡月橋の伝道者で神職だったんだぜ。え、あの人が神職？おーい、聞こえてるぞ。生徒招待のグループトーク使ってるの忘れんなよ。ごめんなさい。まあしゃあないわな、気にするなよ。親が信者だったから自然と神職になっただけで、教えには全く興味ねえし。今じゃ菊池場がそんな風になっちまって、教団から素王に来る人間もあんまり見かけなくなったけどな。何ですか、あのドローン。くそ、ジャミングしといたのにもうバレた。隊長、カラスです。もう嗅ぎつけてきたか。気をつけろよみんな。カラス？マスコミ？みんな、カラスが大々的に取り上げてくれるぞ。テンション上げていこうぜ。空にある街のビジョン、投影装置の故障かな。綺麗だけど、なんだか怖いね。ああ、やった。なんていうか、圧倒されるな。異常はないか。はい、何班、異常ありません。
そうか、それはよかった。だが、お前は俺と同じ班だから報告の必要はないぞ。何やってんだ、ナギ。ナギ、そっちは侵入禁止区域だ。すぐに戻ってこい。い、すみません、好奇心旺盛だもんで、つい。つい、で許されることじゃないぞ。本部に帰ったら始末書だな。はい。一番乗りはユイト班だな。やったね、ユイト。ああ、でもなんか変な音がしないか。ユイト、ナイスだ。近くに怪異の反応がある。いや、待て、こいつは重大怪異だ。隊長、すぐに目的地点に重大怪異出現。重大怪異って、過去に怪罰軍を殺してる怪異よね。隊長、他の班がたどり着くにはもう数分かかる。神兵には厳しい相手だが、持ちこたえろ。来るぞ、ユイト、花火。やるしかないな。行くぞ、花火。オッケー、やろう、ユイト。こいつで、こいつ確かに手強そうだぞ、ハビー。そうだね、工夫して戦わないと。上見て、何かの資材がぶら下がってる。ユイトの念力でドーンってあいつに落としちゃおうよ。よし、任せろ。巻き込まれたくなけりゃ離れてろ。を倒すことができてほっとしました。初陣での初金星、手応えを感じたんじゃありませんか。自分ではうまくお答えできないので隊長にお願いします。セプテントリオンクン7頭の瀬戸鳴上隊員ですね。いかがでしたか、スメラギ上等兵の戦いぶりは。ユイトも花火も見事な戦いぶりでしたよ。スメラギ上等兵が大義のもとに配属されたのは、やはり上層部もスメラギ上等兵を高く評価しているからですか。さあ、
そのあたりは上の方に聞いてみてください。みんな、祈祷するぞ。周防に戻るまでが任務だからな。気を抜くなよ。了解。カラスどもはいないか。やれやれ、どうやら今年の狙いはユイトみたいだな。今年の狙いって何ですか？スター候補だよ。毎年新入隊員の中の目立つやつがカラスにつけ回されるんだ。これから大変だぞ。しばらく続くんですか？困ったな。注目度高いならいいじゃん。もしかしたら取材とかバンバン来るかもよ。嵐さんみたいに広報誌の表紙になったり？あるかもな。あいつらしつこいから。ユイト、いろいろと面倒なことになるかもしれないが、真面目に応対しないで適当にいなすんだぞ。はい、できるだけうまく立ち回ります。来る。おっと、つぐみちゃんがカラスを見つけたみたいよ。よし、それじゃあ手短に。これで今回の任務は終わりだ。今後は上から直接命令が送信されてくる。出撃命令に拒否権はない。所定の時刻に所定の場所へ向かい命令を遂行しろ。討伐任務と実地訓練は自由参加だ。とはいえあまりサボるなよ。カラス、もうすぐそこまで来てますね。ジャミングかけてますが時間の問題です。他にわからないことは渡るに聞いてくれ。よし、周防に戻るぞ。隊長、俺ここで直帰でいい？寄り道したいとこがあるんだけど。今すぐじゃなければダメなのか？やぼなこと聞かないで。やれやれ、構わん、好きにしていいぞ。隊長大好き。さっきのコメントはマスコミ相手のお世辞じゃないぞ。本当によく頑張ったな、ユイト。あら、セト。スメラギのお坊ちゃまか。なんだ感じ悪って。あ、ナオミちゃん。ナギさんにユイトさん。あ、ナオミに重ねも。お疲れ。今日か。そっちも新兵の訓練か。そうなの。今年も可愛い子たちが入隊してくれたから頑張らないと。うちのもみんな生きがいいぜ。いや、重ねだったな。訓練はどうだった？それなりにやれたと思います。そいつはよかった。重ねちゃん、もしかして。どうしたの、ナオミ。あ、ユイトさん。いえ、あの、怪我はありませんでしたか？え？ああ、うん、おかげさまで。さっき、ヒムカテレビでユイトさんの中継を見ました。初陣とは思えない活躍でかっこよかったです。え？ありがとう。強化招待のみんな、班長以外は解散でいいわよ。班長は私と一緒に本部へ来てちょうだい。うちも同じだ。班長のみ本部へ行くぞ。あの、重ね。何？俺たちどこかで会ったことはあるかな。一緒に怪異と戦ったわよね。忘れたの？あ、いや、そうじゃなくて、じゃあ
お姉さんがいるとか。ナオミがいるでしょ。あなた頭でも打ったの？ああ。変わってるわね、あなた。でも超能力はまあまあだったと思うわ。頑張って。あ、うん、ありがとう。ねえ、ユイトってランドール姉妹と仲良しなんだね。今ので仲良く見えたなら花火も相当変わり者だと思うけどな。そうかな。おいユイト、先に本部に行ってるぞ。お前はカラスに狙われてるから、外でのおしゃべりはほどほどにな。ユイト、俺もお前と一緒に本部に行くわ。いいよな、ユイト。ナオミちゃんに褒められて。たまたま活躍した場面を見てくれたんだろう。カサネには散々な言われようだったぞ。たまたまでも羨ましいもんは羨ましいんだよ。俺ももう少し早く駆けつけてたら。カゲロウってちょっと自由すぎない？寄り道したいからって自分だけ直帰だなんて。カゲロウはいつもあんな感じ。花火は真面目だよな。ユイトも。うわ、カレントラバース少将だ。バカ、声が大きい。ユイとスメラギ上等兵。え、カラスともに追い回されているらしいな。は、はい。やつらは季節外れのモスキートと同じだ。無力だがうるさい。逆に利用してやれ。名前が売れれば階級も上がりやすい。瀬戸の隊にいれば実力もつくだろう。せいぜい励むことだ。貴様には期待している。よかったな、ユイト。カレン連隊長はお前が訓練生の頃から才能を見込んでくれていたらしいぞ。え、本当ですか？ああ。セプテントリオンの君一等から期待をかけられているんだ。しっかりやれよ。カレン連隊長からの期待って、兄さん絡みじゃないよな。あの人そんな人じゃなさそうだもんな。やばい、嬉しくて顔がにやける。それじゃすまないが、渡るに会って報告を済ませてくれ。俺はちょっとカゲロウの様子を見てくる。カゲロウですか？菊池場に残ったみたいでな、少し気になるんだ。それとナギ、お前菊池場で侵入禁止区域に入ったな。始末書すぐに書いて提出しろよ。すげえな、セプテントリオンのカレンがユイトのこと知ってるなんて。期待しているって本気で見込まれてるじゃない。カレン連隊長のお眼鏡にかなうなんて本当にすごいよ。うん、でも俺志願兵なのにな。やっと来たな。待ちくたびれて出たくないのに出てきちまったぜ。記録するからちゃちゃっと任務の報告をしてくれ。俺も早く仕事終わらせてゲームしたいんだよ。救援信号だ、行かないと。俺も。ナギは始末書書けって言われてたでしょ。だけどユイトは行くんだろ。花火、渡るへの報告を頼む。あとナギの始末書書くの手伝ってやってくれないか。俺は水葉川に行ってくる。ユイト、気をつけろよ。嵐が助けを呼ぶなんて相当だぞ。
渡るがフォローしてくれるだろう。頼りにしてるよ。ユイト、気をつけてね。ああ、いろいろ頼んで悪いな。ナギのこととか。本当だよ。ちゃんと無事に帰ってきてよね。ユイト、確認してくれ。救援信号が発信された1レーダーを送ったぞ。そこに嵐がいるはずだ。了解。だ！やった！やったぞ！うまく狙えれば任務の負担軽減になりそうだ。そこだ！貫け！渡る、水墓の開発特区ってどんなところなんだ？昔、町の建設中に断絶の帯の状態が変わってな。怪が多く降り注ぐ、厄介な地点になっちまった。開発再開の目処も立たない。忘れ去られた、幻の町だよ。来い。狙えるぞ！やったか！こりゃあ！ちょうどいいところに来てくれた。見ての通り取り込み中なんだ。力を貸してくれるかな？もちろんです。そのために来ました。そんなにかしこまらなくていいよ。ここじゃ年齢も階級も大した意味はないからね。ああ、わかった。俺にも何か手伝わせてくれ。よし、いい返事だ。ゲンマ、ユイトと殺走をつなぐぞ。了解した。嵐、お前の高速移動でターゲットの後方に回り込めるか。危険手当は出るのかな。
そういう話は吹雪連隊長にしてくれ。仕方ない、正面は二人に任せるよ。まずい、カラスだ。なんだあのドローンは。あいつらのせいでカイに気づかれたじゃないか。仕方がない、カラスのドローンには中継する権利がある。だがユイとの気持ちはよくわかる。よし、君たち後で口裏を合わせてくれよ。え、マジか。マジ、後で懲罰を食らうぞ。だから口裏を合わせろと言ったんだよ。そういえばユイトの超能力は念力だったね。せいぜい奴らの残骸を利用してやれ。なんなら後から来るカラスも落としていいぞ。うん、わかった。どうなっても知らんぞ。ひとっ走りしておいで。来い、こっちで。俺がやる、終わりだ。来い、そら、あっ、取った。知ったドローンは戻ってこない。奴の犠牲を無駄にするな。お前は知らせた本人の言うことないぞ。いやいや、私はユイトのリクエストに答えてやっただけだよ。え、そら、あとでコーラをおごれ。すごいやつだな。さっさとうまく使え、ユイト。スピードにはスピードで対抗だ。片付いたな。はい、今回は働きすぎた。もう何もする気が起きないぞ。しかしカラスのドローンを撃破した件はどうする。奴らの取材活動を意図的に邪魔するのは軍規違反だが。カイと間違えて撃退したんだ。仕方ない、ユイトも分かっているね。ああ、不可抗力だったってことだよな。ちょっと気が引けるけど。まあ気にするな、君はなかなか見込みがあるぞ。仕方ない、そういうことにしておこう。まあやるべきことはやったわけだし、周防に戻ろうか。そうだな。ゲンマさ、ゲンマ。なんだ、その足引きずってるみたいだけど、もしかして怪我をしたんじゃ。おや、本当だ。まずいな、ここでまた面倒な怪異に遭遇すると危険だぞ。大丈夫だ、足を引きずるぐらいだから痛みがあるんだよな。せめて応急手当てぐらいはしないと。しかしこの辺りは危険だ、早く移動した方がいい。そうだ、この近くにうちの家族がセーラーに移動するとき緊急退避所として用意しているユニットがあるんだ。そこなら安全に治療できるんじゃないかな。そいつはいい、ユイト案内してくれ。了解、今位置データを送る。オッケー、確かに近いな。ゲンマ、ここへ着くまで我慢してくれ。別に俺は。痩せ我慢はやめたまえ、君は無理をしすぎるところがあるからね。
へえ、ここがスメラギ家の避難ユニットか。一般のユニットよりも設備が豪勢だな。そうなのかな。そうだ、ここを瀬戸に教えて瀬戸隊のセーフハウスにすればいいんじゃないか。ここはいかにもアジトっていう感じで居心地がいいぞ。セーフハウスって何？本部とは別に各班が独自に持つ避難所のようなものだ。海抜群ではアジトと呼ぶ。今回みたいに負傷者が出た時に助かるんだよ。あ、そうだった。ゲンマ、傷を見せてもらえるかな。何が大丈夫だ。血まみれだったじゃないか。ゲンマは本当に痩せ我慢ばかりするな。別にそういうつもりではない。アドレナリンが出ているからさほど痛くなかったのだ。わかったわかった。それにしてもユイト、驚いたぞ。治療の手際が新人とは思えなかった。俺もともと体が弱くて、子供の頃から自分一人で薬を飲んだり怪我の手当てをするってことが多かったから。そうか、ご両親も忙しかっただろうしな。ああ、親父は知っての通りだし、お袋は俺が5歳の時に怪異に殺されて、うちにはメイドもいたんだけど、結局何でも自分でやる癖がついた気がする。うん、自分の力でやるのはいいことだ。ま、私が言うのもどうかとは思うが。そうだな、嵐はもう少し自分のことは自分でやるようにした方がいい。吹雪連隊長も心配するぞ。吹雪連隊長？嵐と何か関係があるのか？君は意外と世間のことを知らないんだな。私と吹雪は兄弟なんだよ。え？嵐が吹雪連隊長の妹？逆だ逆。海抜群を見た目で判断してどうする？私が姉で吹雪が弟だよ。嵐の潜在能力はセプテントリオンにも引けを取らないと言われている。サボり癖さえなければな。失礼だなゲンマ、私は無駄が嫌いなだけだよ。さて、少しここで休ませてもらおう。どうせスオーに戻ったら書類書きだの戦果報告だのカラスの取材だのが待ち構えているからね。お邪魔します。おや、君は確か一条海抜群病院の理事長家のお嬢さんじゃないかな。あ、嵐スプリング隊？いやいや、呼び捨てでいい。というか呼び捨てにしてくれ。毎年新人はこういう反応だね。すみません。はじめまして、花火一条です。病院は本家のお家が経営しているので、うちはノータッチなんですけど。そうか、ま、病院だの製薬会社だのには関わりがない方がいいね、お互いに。花火、持ってきてくれたか？うん、薬とか非常食とかいろいろ。ここのユニットの備蓄品、そんなに古かったの？使用期限切れのものがいろいろあってさ、親父ももう長いことセーランに行ってないから仕方ないのかもな。あ、ゲンマに使った薬と包帯はちゃんと期限内のものだったからな。気を使わせてすまんな。ところで二人は仲がいいようだが、海抜群に入る前からの知り合いか？幼馴染なんです。一条の家とスメラギの家ならそういうこともあるだろうね。ま、せっかくここまで来てくれたんだ。ゆっくりしていきたまえ。はい。嵐がユニットの持ち主みたいだな。
嵐ってテレビで見る広報用の顔と普段とで随分印象が違うんだな。カメラの前以外ではグデッとしてるからグデアラなんて呼ぶ人もいるらしいよ。グデアラか、言えて妙だな。よかったらちょっと話さない？せっかく同じチームになったんだし。別にいいけど。でも改まって何を話すんだ？幼なじみなんだし俺のことは大体知ってるだろ。それはほら、入隊するまではしばらく会ってなかったでしょ。お互いの近況報告とかしようよ。近況報告か。言われてみれば二人でゆっくり今までのこと話す機会ってなかったかもな。でしょ。じゃあ決まりね。せっかくだし街に出て散歩がてらゆっくり話そう。わかった。それじゃあ行こう。こうやってのんびり散歩するのなんだか久しぶりって感じ。確かに配属されたらすぐに任務で、それからも忙しくしてたからな。やっぱりたまにはこうして息抜きしないとね。それで花火はスカウトされてから入隊するまで毎日どんな感じで過ごしてたんだ？訓練学校にいた頃は勉強したり超能力の訓練したり、たまに友達と遊んでって感じかな。俺たちと一緒だ。それじゃスカウト組も志願兵もやってたことはそんなに変わらないみたいだな。まあ目指すところは同じだもんね。学校以外はどうだった？実家のおじさんとおばさん元気にしてる？うん、二人とも相変わらず元気も元気。この前なんて結婚記念日のデートをメッセージで実況してきて。あっはは、自由な人たちだよな二人とも。変わりなさそうでよかったよ。思わずしばらく着信拒否しちゃった。なんだか懐かしいね、こういう話するの。ほんの2年ぐらい会ってないだけで結構昔に思えるな。うん、そうだね。すっごく長く感じた。花火どうかしたのか？ううん、なんでもない。それよりちょっと聞いてもいいかな？ああいいよ。なんだ？ユイトってさ、その重ねのことどんな風に思ってるの？え、なんで急に重ねの話になるんだ？あ、それはだってほら近況報告でしょ。最近のユイトの気になることでも聞こうかなって。重ねのことよく気にしてるみたいだから。俺そんなに気にしてるように見えてたかな。まあ確かに気になる相手なのは確かだな。それってどういう意味で？なんて言ったらいいのかな。重ねの顔が頭から離れないんだよ。あ、頭から離れないの？ああ、重ねの顔、子供の頃に俺を助けてくれたあの人にそっくりなんだ。ずっと記憶に残ってる顔だったからさ、いきなり同じ顔の相手に会ったら何か関係あるのかなって気になるよ。
じゃあ頭から離れないって単純に命の恩人に似てるからってこと？ああそうだよ。俺が海抜軍に志願したのもあの人みたいになりたかったからだし、俺が海抜軍で目指す理想のイメージだから、ずっと忘れられないし忘れたくないんだ。私が聞こうと思ったのはそういう話じゃなかったんだけど、ま、いや。なら、どんなことを聞こうとしてたんだ？言ってくれればもう一回考えるけど。いいの、別に大したことじゃないから。でも、ユイトってすごいよね。子供の頃から目指す理想があって、そのためにずっと頑張り続けてて。いや、全然すごくないって。俺からすればスカウトされて入った花火の方がよっぽどすごいよ。そんなことないよ。スカウトされちゃったから入隊せざるを得なかっただけだし。海抜軍に入るの嫌だったのか？嫌ではないけど、私は海抜軍で何をしたいとかどうなりたいとかって考えたことなかったから。そういうところなんだか花火らしいな。考えるより動く方が得意って感じで。ちょっとユイト、それ遠回しに私がバカだって言ってない？え？いやいや、そういう意味じゃなくて、勢い重視っていうか、いや、それも微妙か。わかってるよ、冗談冗談。そろそろアジトに戻ろっか。なあ、誘ってくれてありがとう、花火。昔のこととか久々に話せてよかったよ。そうだね、私も楽しかった。あの、よかったらまた二人で話さない？ああ、いいな、そうしよう。じゃあ約束、忘れないでね。わかってるって。花火こそ忘れるなよ。忘れないよ、私は。んじゃ、アジトに戻ろう。花火、昔と変わらないな。明るくて元気で、俺もなんだか元気をもらった気がする。ユイトって昔と全然変わらないね。そうかな？そうだよ、だって未だにバッキーちゃんにハマってるし。でもそういう変わらないところちょっと嬉しい。これからも昔のままのユイトでいてね。ユイトのこともっと知りたいな、なんて。あ、戦闘の癖とかそういうのか。一緒に戦っていく上で確かに必要だよな。ユイト、お前また重大怪異を倒したんだってな。くぅ、俺も一緒に戦いたかったぜ。そういや、今回は中継されなかったよな。カラスは来てなかったのか？あ、ああ、まあいろいろあってな。